大きな荷物をお持ちのお客様は船内の混雑が予想されますので、大宮に着きました。そごうのぐるぐる回ったあれがね、なんとも印象的な感じですけど、あと大宮にロケットもありますよね。東北新幹線でまた大宮は次に立つ時に移したいと思います。大宮は鉄道の街として、今言ったからそう鉄道の街なんですけど、もともとですね、大宮工場というものがすごい昔からありまして、ここで鉄道車両を作ったりとか、整備、修繕、改造とかね、解体とか何でもござれみたいな感じで、最近はね、そこまでいろいろやってるわけじゃないみたいですけど、でもやっぱり主要な鉄道の街、鉄道ジャンクションとして活動しております、活躍しております。そういうわけで、もうその鉄道がここにあってですね、それで基地があって人がいっぱい集まって、街がどんどん大きくなっていったと、そういうところらしいんですけれど、その大宮は埼玉県で一番の大都会であり、実はもともとは浦和市の方が県庁所在地だったんですけれど、これがですね、埼玉市に全部合併しましたんで、なんかね、こう大宮がいよいよ埼玉の中心みたいな感じに取られている節もあるような気がします。ただ、もともとは埼玉県庁所在地は浦和でした。で、この大宮には皆さんも多分大半がご存知だと思いますが、 JR 東日本の資本でやっている、JR 東日本直営なのかな、鉄道博物館がありまして、鉄道博物館はね、多分埼玉県で一番の観光地だと思います。多分ね、秩父長瀞とかね、それからってなんだ吉見百景とかいろいろありますけど、多分大宮のこの鉄道博物館が一番のはず。というわけで視聴者の皆さんには新幹線で美味しいものを食べに行く旅だというふうに銘打ってますので、鉄道博物館で美味しいものを食べたいと思います。あれなんだこれ、ダイエーってまだあるけど、ダイエーって死んだんじゃないの、なんのよくわかんないけど、まあいいや。ここにね、鉄道博物館までニューシャトルで3分とありまして、ちょっと運賃は高いんですけれど、特殊な鉄道みたいなやつに乗っていくとすぐ着きます。歩くと大宮駅まで15分かな。鉄道の雰囲気を知りたい方だったら歩いて行かれた方がいいと思いますよ。鉄道大宮工場の脇をずっと歩いていくだけですから。ここが鉄道博物館の駅です。こんなに照明写真機の前で行っても説得力ないと思うんですけど、こんな感じですよね。トイレに行ったらですね、小さい子供たちが5人ぐらい駆け込んできまして、うわーっと私はあっという間に追い抜かして、でもいいやと思ってね、譲ってあげまして、全員分待ってあげました。親切だなとかありながら思いますが、昔もね、私もきっとそういうことをいろいろ割り込んだりとかしてたんで、全然ね、なんかその愚痴言ってるわけじゃないです。朗らかに見守ってました。で、多分この子たちも、5人のうち1人ぐらいは将来のスーツ信者、スーツ視聴者になってくれないかなと思うんですけど、ちょっとね、あまりにも年が離れてますので、15歳ぐらいになった時にですね、私は30歳ですから、いや随分私も大人になっちゃったもんですね。いいです。もうどうなんですかね、今日は多分朝だから大丈夫でしょうね。平日、今日は月曜日ですから、これがですね、土日とかそれから夕方とかになってくるとね、私も一応鉄道博物館の中では有名人になっちゃいますので、ちょっと気をつけないといけない。気をつけることはないか、別に鉄道博物館の中でこっそり裸踊りするわけじゃないしね。で、今10時なんですけど、10時ちょっと回ったぐらいかな。鉄道博物館の中にあるレストランは11時にスタートでして、実はまだ始まってないですね。だからちょっと待ってください。その間鉄道チャンネル用の動画を作ってようと思います。鉄道博物館の中ですごく、オタク向けの解説をしようと思うんですが、ただ一応言っておくと、オタク向けの内容ではありますけれども、なるべく内容は平易に徹して、つまりオタクの視点をなるべく簡単にご説明したいと思います。
そして東北新幹線にですね、東北新幹線、ごめん間違えた、鉄道博物館に、まあ、早速入場というところかと思いきや、入場する前にですね、まず鉄道博物館は十分に楽しめますので、それを楽しまずしてどうするんだというわけです。これ見てください、足元に時刻表があります。東北新幹線の歴史がここに現れています。でこんだけですね、延々とこう見物をし尽くしまして、まあ、こっちでも上りの時刻表もまたあるわけですけれど、さすがに上りはもういいのでようやく入場しようと思います。まあ、入場しなくてもね、あとあそこで修学旅行の167系に乗ってそれで帰るってんでもう十分なんですけどね。でもなんだかんだ来て、このまんまじゃあ入らないで帰るのかというと、実際にはタダで楽しめると言ってもそんな風な人はなかなかいないでしょう。私はちょっと11時になってから中で用事がありますんで、それまでまあ外にいてもまあ別に関係はなかったわけですが、これから結局また入場券を購入して中に入ることになります。現在日本に食堂車というものは事実上引退したと言っていいと思います。まあ、一応あるにはあるんですが、ただ多分普通の人がイメージする食堂車とは違うはずです。列車の中に通されて、あ、どうぞどうぞ、お料理ができております、準備が整いましたからこちらをお召し上がりくださいみたいなものはもう完全に消えてしまったと言っていいと思います。でその昔という、まあ、ちょっと前ぐらいかな、3年ぐらい前までは食堂車もあったん でその食堂車で出していたメニューとか、まあ、それをですねそのまんま多分同じものを出していると思いますけれど、ここでまた食べられるようにという場所です。もともとはね東京駅にあったんですけど、東京駅をちょっとまた再開発というか中をいろいろ変える関係でなくなっちゃったんですね。亡くなるときね、私高校3年でしたけど、亡くなっちゃうのかと思って、それで行ったんですが、その後また復活ということになりました。ここ鉄道博物館の中にあるフルサービスのちゃんとした唯一のレストランとして使われています。他にビュッフェみたいなところもあってね、そっちも食堂車をイメージした昔のまかない料理とか出してるみたいですけど、食堂車風の内装とそれから窓側とありますが、どちらがよろしいですかと聞かれましたので、食堂車風でお願いします、そういう風に言ってかけさせていただきました。とは言っても食堂車風なだけでしょ、まあ、そうなんですけど、これね何がすごいって、もうこれ感動するところなんですが、この調度品ね、これ本当は私食堂車に乗った人しか分かんないですけど、これ食堂車に置いてあったのと同じなんですよね。この塩コショウとかこのランプシェードですよ。これねこうやってこうやってやるわけですけど、白熱電球のちょっとこう熱が帯びているようなやつ、懐かしいですよね。これ本当にね嬉しいわけですよ。これに乗って青函トンネルとかね見ながら食べましたよ。慣れないナイフとフォーク使ってすごい助かる。一瞬で出てきましたんでね、すぐ食べられます。でまたこれも食器がですね、なんていうところのだか忘れましたけど、有名な食器でして、でこれもまた寝台特急とか食堂車で使ってたやつなんですよね。これね前は違ったんですけど、寝台特急で使ってたのをそのままなんかこう持ってきて、それで引き続き使ってるんだそうです。つまり本物だということです。ランプシェードは見た感じこれ新品、新調したっぽいな。このサラダに関しては食堂車でこういうの食べた記憶ないですけど、でもねこれスプーンとか確かフォークもこんな感じちょっと重くてね、多分使ってたやつでしょ。これもこう傷がこうついてますからね、懐かしい、本当に懐かしいな。でこのビーフシチューがですね美味しそうに見えるかもしれないけど、そんなにはね私の記憶ではそこまでは美味しくない。まあ列車の中だからしょうがないんですよね。食堂車の料理ってめちゃくちゃ美味しいわけじゃなくて、まあなんか微妙でちょっと高いんだけど、まあでも列車の中で食べるからいいよねみたいな、その味までしっかりととろめておいてくれたら完璧です。ご飯は多分ここで炊いてるやつなんだろうな。本当の食堂車ではご飯はもともと砂糖のご飯みたいな感じで温めるだけの状態にして車内に持ち込んでいたはずです。でもメニューは本当に当時と同じこんな感じのもの食べましたよ。なんか肉がもうちょっと小さかった気もするけどな、小さいのが3つぐらいあったかな。ちょっとなんかシチューが足りないですけどね、まあいいや、でもこんぐらいで。懐かしいな。この匂いも全く同じ、メニューは同じですからね本当に。美味しいよ、何だって美味しいや。2000円でしたね。まあ、やっぱりちょっといい値段はしますけど、でもすごくいい値段がするわけでもないんです。で味もなんかさっきなんか美味しくないとか、なんかそんなこともしかしたら言ったかもしれない、美味しいですよ、普通に美味しいからね。ただあれよりもっと美味しいものは世の中にはあります。でも別にいいんですよ。食堂車ってのはそもそも列車の中なわけですから、列車の中でああいうものが食べられるのか、それね列車の中にしちゃ美味しいな、そのぐらいの感覚で十分なわけです。日食はもともとまずいということで有名だったわけですから、そこが美味しいなとちょっとでも覚えるようなものを出すってなったら、もうこれ十分だろうなというふうにも思います。これディスってるように聞こえるかもしれないけど、本当そうじゃないですよね。私もたまに高級列車みたいに乗ることはありますけど、そこでね美味しい料理とかが出てきてもなんかちょっとこう違うなって感じはするんですよね。列車の中でそんな美味しい食事が出てくるわけないんですよね。それなのに高級な料理とかね、格式ばった雰囲気とか、ちょっと私は苦手ですかね。オリエント急行とかも良かったんですけど、あそこまで美味しい料理にしてくれなくてもいいよっていう感じでした。その中でね、食堂車らしいレストラン、食堂車の復刻というか、食堂車っぽいメニューを出すということを売りにしているあそこのレストランは本当にいい場所だと思いますよ。
久々にここ来て面白かったですけど、ただね今あの青森への道中なんで、あんまりにもここで時間を使うわけにもいかないということですから、もうそろそろ引っ返す必要があるようです。お腹をなるべく空かして頑張ろうと思いますが、次の目的地は宇都宮、餃子を食べるのを楽しみにしています。おーおお、なんか見たような広告だな。レーティッシュ鉄道ですよね。あー懐かしい。あら、なんだこれ、昭和鉄道高校か。あー、ここに広告出すのはいい作戦ですよね。なんか前にもこの話した記憶があるな。